こんにちは。ここは宮城県仙台市の青葉区、東北大学の文学部の近くです。ここにあるのが東北大学運行しているバス、植物園入口ボタニカルガーデンズ。時刻を見てみると時間に1日に6本ほどあります。7本かな。片平キャンパス、入試センター、医学部、語学部とかなりいい感じに回ってきてくれます。植物園入り口って分かりにくい名前じゃなくて、文学部入り口とかにした方がいいと思うんですけどね。ということで植物園入り口、反対側にもあります。植物園入り口、ボタニカルガーデンズ。キャンパスにはキャンパスパスは通勤には使えません。あ、やはりキャンパス同士の移動のために使われているというわけですね。東北大学が運行しております。やはりこのような広大な大学、各地に点々と散らばるキャンパスなどという条件があると、やはりこのようなバスを運行せざるを得なくなるのでしょう。目の前には、文学部系の、まあ、文系の学部があります。ちなみに文系の学部はここら辺のエリアに固まっていて、片平キャンパスとか他の場所には理系もありますと。ここはだから大学の中でもかなり端っこの方なんですよね。絶日の昼に来ました。植物園入り口、東北大のキャンパス同士を結ぶバスです。昨日は気づかなかったんですけど、もう一級とあって清涼キャンパスに行く、それらは止まりますよ。昼はこんな感じ、緑がいっぱい。